情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録、さらにね、コメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。朝日新聞の大月則義記者が、またですね、やってしまったそうです。編集員ですね、編集員の大月則義さん、東京電力に4ヶ月だけ勤めて、その後朝日新聞でね、記者歴26年だそうなんですが、私同い年なんですが、申し訳ございません。またやりました。何かというとね、風評加害という言葉が作られたというですね、事実に基づかない、取材もしてない、おそらく脳内で、構成したんだろうなという記事をですね、朝日新聞に掲載しまして、大炎上しているということでございます。この記事はですね、ツイッターでね、おとといですね、9月3日に拡散されました。風評加害って誰？汚染土壌に漂う不安な空気というですね、しょうもない記事なんですけれども、これ曰くね、要はね、その彼らが汚染土壌と言ってる、除去土壌があるわけですよ、このね、除染するときに。で、その除去した、そのね、土壌をですね、どういうふうにこうね、貯めとくわけにもいかないですから、どういうふうに使うかということで、シンポジウムがあったそうです。で、このテーマはね、溜まった汚染土、あいつら汚染土って言うんですけど、汚染土をどうするか、福島県双葉、大熊両町の中間貯蔵施設には、2015年から、東京ドーム11杯分のね、除去土壌があるわけですよ。はい。でね、ここにね、彼が言うにはですよ、この大月さん言うには、原発事故で飛び散った放射性物質がこびりつき、放射性物質を表土を丸ごと剥ぎ取る除染が行われた。このうち放射線量が比較的低い土壌を取り出し、全国の公共事業の盛土などに再利用できないかと環境省は考える。除染には30年もかかり、やっと中間貯蔵で、中管理できるようになった。それをなぜ外に広げるのかと言ってですね、また出ました。放射。脳ですよね。ブレインね。放射、ブレインがですね。で、始まりまして。はい。で、ただね、安全だとしても身近な道路や堤防などで使えると、その地域が風評被害にさらされる恐れがある。このため、福島県内で再利用しようとしても、住民の反対が多い。全国で進める、には、さらにハードルが高い、うんぬんと。ね。で、新たなレッテルということで、司会者が国民の理解を広めるには、と問いかけたと。そしたらね、東北大学、大学院准教授の貝沼博氏が、事実の共有が必要だと語った。そして、被災地には風評被害で困っている人がいる。他方、風評の原因になるような理屈とか言葉とか、そういったものを風評加害と呼ぶが、正確でない情報が出回ってしまうこともあるかもしれない。いつかも伺いますよ。ね。被災地には風評被害で困っている人がいる。他方、風評の原因になるような理屈とか言葉とか、そういったものを風評加害と呼ぶんですが、正確でない情報が出回ってしまうこともあるかもしれない、と貝沼さんが言いました。ね。で、小泉環境大臣はこれに同調してですね、先ほど貝沼さんの言葉で風評加害という言葉があったように、私は風評加害者にならない。そういったことを一人一人が自分の中で思いを持って買い物すること、するとき、も含めて思ってほしいと。いうふうにね、発言したんですけれども これがですね、風評加害って何なんだと、俺たちにレッテル貼るのかみたいな感じでですね、こういう記事を書いたらですね、当然ツイッター民の反応はね、朝日新聞お前だよ風評加害者っていうお前だよと、お前が風評加害者だよっていう、リプがですね、ブワーっとついてですね、現在大炎上していると、いう状況でございます。でね、彼らの理屈っていつもね、ポイントなんですけど、自分たちは加害者だって理屈がないんです。はい。典型的なのがですね、分断が生まれるとかね、不安に思う人が嫌な思いをするというね、そういうレトリックを使ってですね、風評加害を彼らは、拡散してきたわけですよ。はい。でもね、結局、朝日新聞が便乗して何やったかといえばね、吉田長所。ね、それから、大新聞の狩谷哲さんの例の鼻血記事ですよね。ね、それから、甲状腺がんの煽り報道。これはもう巨大なね、医療過誤、なってますよ、今。恐ろしいことになってますよ。それから処理水、未だに汚染水とか言ってますよね。あと伝承館に嫌がらせもしてましたよね。これ私が暴きましたけどね。はい、東電の悪口、東電と政府の悪口は言わないようにと、言論統制されてるとかいう嘘記事書いてですね、嫌がらせしてましたけれども、そんなようなことをですね、恣意的に煽ってきた奴らがですね、風評加害ってなんだとか言ってね、景色番号と、お前らがだから風評加害者なんで朝日新聞分かったかと。ね、大月則義さんよかったら討論しません？うん、僕は同い年だしね、親近感あるんで、元東電さんということでね、はい、東電からもいろんな資料をもらってね、ぜひ、討論しませんか？そのね、資料の内容を一個一個付け合わせてやるのがいいんじゃないかな、というふうに思うんですけどね。はい、そんな感じです。それからね、このね、朝日新聞の特徴なんですけど、取材してないんですよ。はい、そもそもね、
まあ、この記事の中に、福島の食べ物を食べて不安に思う人も風評加害者なんだろうか、なんていうですね、話をでっち上げてるんですけど、そんなことね、このフォーラムで言った人は誰もいません。はい。誰もいないので、ちゃんとですね、登壇者に終わってから取材されたらいかがですか？福島の食べ物を不安に思う人どうぞ勝手にやってください。そういう非科学的な態度を取ることはね、どうぞやってください。ただ僕のね、個人的な感想から言わせてもらうと、科学的に根拠のないものをね、危ない汚いと言ってやるのはね、これ差別だと思いますよ。僕からすればね。はい。まあでもこのフォーラムではね、そうは言ってないんですよ。はい。そうは言ってない。で、その場で取材すればよかったじゃん、いうことなんですが。まあ、要はですね、なんかその弱い者いじめをしてるみたいな雰囲気をね、作ろうと、いうふうに、まあ、言われてる、まあ、奴ら狙ってたわけですよね。はい。ということで、まあね、非常にですね、まあ、悪質なね、風評加害をばらまくね、風評加害ってなんだ、という、記事です。はい。で、さらにね、これまあ、問題なのがですね、単純にね、風評に困っている人の中で、まあ、こういう言葉がですね、普通に存在しているっていうことをね、知らないんですよ、朝日新聞は。貝沼さんに指摘されるまでもなくね、風評加害っていうのは前からあって、俺もだって言ってたよ、多分風評加害みたいなことね。ね、加害者になってると、こいつらがね、いじめの加害者になってるなんてことは言ってて、まあ、風評加害ってそのものズバリの言葉も、まあ、探したら、ツイッターね、いっぱい出てきますよ。で、そういう、まあ、何ですか、最低限のさ、検索すらせずにね、自分のストーリーだけでね、こういう反原発の人たちにレッテル貼ってね、言論弾圧してるみたいなこと言うんですけど、いや、言論弾圧は君らの方だろうとね、弱い者いじめしてるみたいな雰囲気作って喋らせないようにしようとしてるんだろうと、きったねことしやがってと本当に思いますね。ずるいですね。はい。まあでも炎上してるんでね、自業自得ですけどね。はい。で、最大の問題はですね、このね、除去土壌のことですよ。除染除去土壌と、まあ、正確に言うんですけれども、これをね、汚染土って呼んでるんですけど、これ汚染土でも何でもないのよ。うん。ね、実際にはね、1キロあたり8000ベクレル以下という基準を満たしておりまして、その大きなね、袋に入ってるんですけど、その横で1年間ずっと寝起きしてても、年間1ミリシーベルト以下しか被爆しません。はい。ちなみに人間はほっといても、ね、日本人はほっといても、年間 2.1 ミリシーベルト被爆してます。はい。地表から出る放射線とかね。いろんなもん、まあ大体まあ放射線出てるんですよ。こういうものから、電子機器とかさ、いろんなもんから。でそういうものを浴びて、大体ね、日本人は年間 2.1 ミリシーベルト、被爆してますが、この袋に入ってるものね。真横に寝ててもね、真横に寝てずっと1年間作業しても、年間1ミリシーベルト以下。しか被爆しないんです。で、さらにね、医療被爆なんかで言うとね、CT スキャン一発で5ミリシーベルトですよ。だいたい2年分ぐらいの被爆しちゃうのよ、CT スキャン一発で。ね。で、考えると、これ、汚染土汚染土って言いますけど、別にその辺にある土と変わんねえのさ、はっきり言って。うん、基準以下だからね。はい。でね、その辺の土と変わんねえ土とまた語弊があるかもしれないけど、まあ、基準以下の土です。はい。福島から取れた土ですが。なので、まあそれをね、堤防とかね、そういうところにまあ使って一体何が問題あるんですかと、いうことですよね。はい。でね、まあ土壌をね、50センチの土で覆うとですね、99% 以上放射能はカットされます。放射線ね、ごめんなさい、放射線はカットされます。なので、まあその、彼らが言ってる除去土壌ね、まあそれをじゃあちょっとその堤防のコアな部分に使って、50センチ表土をね、まあ普通の土で覆うと、ただでさえね、横で寝てても年間1ミリシーベルト以下しか被爆しないのに、それを 99% カットしてしまうというですね、まあそういうもんなんですよ。そういう工法を具体的に言ってるんですよね。なのに、汚染土だから汚い、危ない。これは差別じゃないんですか？風評加害なんじゃないんですか？どうなんですかと、いうことですね。まあ、大月さんね、朝日新聞の中では、原発に詳しい人ということで、まあその読者の皆さんから認識されてるみたいなんですけど、まあ少なくともね、取材しようよ。うん。汚染がなんとかつうの、汚染の基準言って、汚染の基準言って、福島から出たものみんな汚いとか汚染されてるとか言ったら、これ差別だからね。これまさに加害者だからね。わかってます？この記事を読む限り、大月さんが取材してるとか勉強してるとか基準を示してるっていうのは全然見えませんでした。うん。見えなかったんで、ちゃんと見えるようにやってください。はい。必要なら僕いつでも討論に応じたいなというふうに思ってますので、福島に対するいじめはね、許さないということで、脳をいじめでね、行きたいなと思います。ということで、皆さんちょっとツイッターでね、この大月さんの投稿、下にね、大月さんというかこの朝日新聞の、この該当のツイッター下に URL 入れておくので、ぜひ皆さんのご意見はね、まあ、コメント欄に書いていただいてもいいんですが、
朝日新聞直接ツイッターアカウントに言っていただくといいかなと、いうふうに思いました。はい、ということで、朝日新聞の大月がですね、大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。朝日新聞祝勝団を代表いたしまして、団長常念司がお詫びいたします。本当にすいません。大月本当にすいませんでした。はい、私の方から謝罪しますので、賠償の方は月の本社、そしてご意見はですね、朝日新聞のツイッターアカウントに直接、言っていただければというふうに思います。ガオー。